皆さんこんにちは、ベストでございます。ケンシンさんが報道行くね、181回目やってまいりたいと思います。まあ着実にね、九州北部の、討伐が進んでおりますけれど、聞いてるようで聞いてない時がある。星名さんで農業かな、これは。ああ出た、沢山が例の強兵になってる。また取り上げとかないかんね。2人の農業でいいでしょう。ああここもだいぶね温まってはきましたけどね。ああおばさんか、訓練やっとこうか。はい、オッケードッカンタイミングで金銭輸送やね、ここも。サミノですね。おお。500ずつしか残してないんだけどね。強気の強兵言ってくるね。さあ畑さん2人動けるか。で、道山さんも呼ばないいかんのよね、これね。農業止まったから。あ3700の、1096で、38だけ呼ぼう。自称持てたやつけ。かじりさんか。でこっちは商業奨励ね。
月さんは農業。まだ上がるよね。ああ、ちゃんとあげたいけどあげれない。ここはね、毛利さんが早めに国広げたおかげで全然ね内政やってくれてないですよね。
誰を使う？あ、そんな使える人いないのよね。ここのメンバーがまずまず使えるんでね、ここから、あーせやね、8685にしよう。これを誰にやらせるか。飯田さんでいいか。3187 12、9を送る。高山さんで。あ、でもこっちもお金足りんから、こっちに。で、ここから呼べんのか。あ、いけるわ。本庄さんと三井出さんと、あ、野さんやか。できる人が置いときたいね。ということは、野本さんやね。
半兵衛さんと正幸さんを移動させて、2000残していいんで5589の2000の12でキーパーは200だけ。はい、でこっちも遠藤さん引っ張ってくれればいいのか。1000ずつ持ってこい。やっぱりちょっとで500オーバー。
あ、違う、5452。1931の、20の64だっけ。はい。論考ができない。そうね、ここで、ちょっと終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。